はいどうも鈴木でーす。で今回からね、妖怪ウォッチ1やっていこうと思うねんけど、私の名前はウィスター妖怪です。あんま盛り上がらへん登場の仕方しちゃうんだけど、ウィスターで見えた、投げた、地面に煽った。うわこいつ知ってる、山掴みや、サワー、うわっ、何やねんこいつ、弱すぎるって、なお前、そっ特別ヌビこれはやばいわ。あ、おおおおおおおえ、マジ S ランク妖怪、無条件でもらっちゃっていいですか、S ランク妖怪。ええどうしすしこ、お前 MVP、 マジでお前 MVP、 マジで MVP、 お前マジで MVP、 お前ストーリーやんな。何やこいつら、敵か味方か。おお、デジャブだ。何おお、思い出した、おお思い出した、うい、これはいい、これ激アツ。あ、いやでかすぎるやろやべえ、ウリ2つや、ドッペルゲンガーや。オッケー、来た来た、待て、殺すな、お前ら耐える、ちょ待て、怪物を殺すな、いけるぞ、これいける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 、これ一気に殺せる。おっし、おおあ、これやばい、なんか嫌な予感する、なんかタリフ全開不審、これもしかしてあ、やだ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 しかもあれ、なんかストーリー挟まったんやけど、どういうこと。おや、どうしたんだい。ずるいずるい、それ俺もその召喚の仕方したい、ずるい。お、来た、俺の、いや俺の妖怪やで、それ今もう全員俺の妖怪やで、そう、消そんのじゃない、俺の妖怪や、それもう俺の妖怪よ、それやば、激アツ天下来た。こいつの名前はブラックナイトや。こいつの名前はシャドウ K や。こいつの名前は奈落の始まりや。かっけえ寒い、あーまずい、それは、あーまた、これは俺と歌舞伎ロイドの戦いなんや。いや、俺らと歌舞伎ロイドの戦いなんや。頑張れ、お前ら頑張れ、お前ら攻撃しろ、攻撃をしろ、あはっしゃ。なぜ無限地獄にいるのか、俺はドンドロを倒したはずや、なんで無限地獄にいるのか。そう、まだラスト1個、阿弥陀極楽をクリアしていないというね。パーティーメンツはこいつらややばい、ちょっと待って、これほんまに強いわ、焦る。おおお、うん、もうプロ、妖怪ウォッチのプロって呼んでください。もうさあ、伝説の金棒、時を奪うね。どうぞ。あー、もうこれやばそう。レジェンドオブゴールドディックです。この糸、怪しい。なにこいつ